かよさん、初参加ながら質問させてもらいます。前から困っているのですが、バスドラの8部の3連打ができません。ドドッとドドッと、あ、そうですね。ドドッタドドッタド、足を鍛えて根性でやるしかないのか、何か他に方法があるのか教えてください。足の、ドドドンドドドン、なんかこういう足の3連打のやつっていうのはこちらな、ドドッとドドッと、これがずーっと繰り返すと、3連打になるような感じですよね。これね、まあ、足の3連打ドドタドドドタだから、まあそもそもこの3連打が楽に踏めるかどうかっていうのを一回ちょっと確認していただいて、例えばなんかこのドドドンドドドンっていうのをこうやってもらうみたいな。でこれがなかなかうまいこともしかしたらいかないっていう場合は、ドドドンで動きを止めちゃってる可能性があるかなみたいな。これで踏み込んでしまって動きを止めてしまってるかもしれないんで、カツドーンで上にカツドーンで飛んでいくみたいな。1回のこの何でしょう、足を下ろす動作で3個叩くみたいな感じで試してもらって、あ、これうまいこといった、これうまいこといったってなったら、今のこのカツドーンなんですけど、カツドーンカツドンカツドンって今踏んでもらったんですけど、これを、ドドンドドドンド、コロッケ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 で踏んでみるみたいなね。だからスタート位置を変えて、コロッケ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 なんですけど、繰り返しは3連打になるので、だからコローで上がる感じですね。で、あ、これうまいこといったなと思ったら、コロッケの、ちっちゃい2のところに左手を加えて、コロつけコロつけタタ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 、コロッケコロッケで、これがうまいこといかへん時は結構ね、スネアが入った時に足がここで止まっちゃってるっていうことが原因やったりするので、ターンを叩いた時に足上げるみたいなっていうのがいけたら、右手を加えてみるみたいなね。あ、これうまいこといかへんなっていう場合は、右手と足がつられてしまったりすることがあるので、右手をチャッチャッチャッチャ刻みながら、コロッケコロッケ、感じで、足のこの弾ませてるものっていうのを一番最初にちょっと意識してもらって、でそれができたら、左手合わせてみたりとか右手合わせてみたりとかして、組み合わせをね、意識してもらうとドドンドドドンと、やりやすくなってくるかなと思うので、どうしてもこう早く叩けないという場合は、一回ちょっと足の動きから、見てもらうみたいな、ことはいいと思いますかね。はい。でチャンネル登録